そんなにあった。僕はね、自分はね、人間に本当になったのは50になってからだと思ってるの。それ前まで何だと、僕ね、自分が立ってる位置もよく分かってなかったの。ただがむしゃらにライブやって、うん、コマーシャルやって、うん、レコード作って、うん、インタビュー受けて、こればっかり繰り返してたのね、うん、これでね、だから苦しくて苦しくて、自分がどこに立ってるかもよく分かんなくて、うん、ただチケットは売れて、うん、レコードも売れて、うん、お金も入って、うん、だけどちっとも自分の立ち位置が見えなくて、うん、なんでなんだなんでと言ってて、うん、で50入って50になってからじわ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 とこう自分というものが見えてきたですね。それで見えてきた時にいろんなことを思うんですよ、うん、あれだけ金が欲しい金が欲しい、あの位置に行きたいあの位置に行きたいって言うけど、本当は金の金じゃなかったんだなってことが言えるのね。僕でも良かったことが一つあるの、ね、うん、最初から綺麗事で僕はね、うん、いや金は大事なものですけど全てじゃありませんってことを、もし20代30代で言ったら僕クソですよ、うん、相当な嘘つきね。道は変わってたろうね。相当な嘘つき、そんなことないよ。やっぱり20代30代は金が全てだっていうふうね、多分本当はねそんなことないんですよ、そう言いたいんだよね、うんうんうん、